手頃な価格で家計応援、いろいろな料理に大活躍の合い挽き肉。炒めた肉ダネを市販の食パンに挟んでアレンジしました。ロシアのお惣菜パン、パンで簡単ピロシキをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず人参、じゃがいも、ゆで卵はそれぞれ粗いみじん切りにします。ボウルに合い挽き肉、人参、じゃがいも、材料 A を入れて混ぜ合わせます。スチーマーに移し、電子レンジでおよそ2分加熱しましょう。粗熱を取り、ゆで卵を加えて混ぜ合わせます。2枚の食パンで具を挟み、端をフォークなどで押さえてしっかりと留めましょう。パンの端をしっかり留めておくことがポイントですよ。残りも同様にして合計4個作ります。溶き卵、パン粉の順に衣をつけます。160度に熱した揚げ油で揚げましょう。カレー粉の代わりにカレーのルーを使うとカレーパンとしても楽しめますよ。ぜひお試しください。